さ、2020年シーズン、2022年シーズンなんですけど、新しい選手がね、加入しました。わかりますか？やばい、本名言っちゃった。やばい。カメラマンわかりますか？はい。お、じゃあ、1人、2人、3人と名前を挙げてください。心臓くん。コロキ選手。まあ、レンタルって形ですけれども、ユニフォームを一番売れてるみたいですよ。そうなんだ。そう。やっぱり実績が違いますから。だって、裏のサポーターの人も欲しい。そう、2桁ゴール取ってますから。そして帰ってきました西大吾選手、お帰りなさいということで。本当にね、僕はサイドバック現役の頃やってたんで、すごい憧れの選手だったんですよ。もう生で見れるっていうことをね、もう本当に嬉しく思います。そして何よりも GX18 ということで、ガブリエル・シャビエル、あのね、札幌のあのミシャサッカーにハマらないわけない。そうなの。 100% ハマる。やっぱり映像とか見てても、もうワクワクするプレーいっぱい見せてくれるんじゃないかなと思っております。そしてまあ大学生組もね、スラ君とかも来てますから、それはおいおい説明していきます。とりあえず、だいぶ懐かしい。3回目ですよ、3回目。歴史的瞬間でございます。スタジアムの中で動画を回してる、本当にいいのかな。いいんだよ。そして今日はね、メインだからね、ゴール裏じゃないんで、ちょっと緊張するんだけど、もうすげえ。ご利用いただくことで、毎日の暮らしに自由をもたらします。こんなことができちゃってます。すごい、めちゃめちゃピッチレベルだ。初めてさ、こっちから見たけどさ、狭いね。アウェー側、角度もすごいし、下から見えないんじゃない。モニターじゃねえんだって思うんだよね。いいんですか、この姿勢。すごいね。とりあえず開幕戦だから、今年チーム1年がどういう動きをしていくのか見定めようなし、いいとも悪いとも出てくると、ゆっくり見ましょう。なんか声ちっちゃくなって緊張しないんだって。いいんだよね、本当に。多分。まあ何かあったらチェアマンに責任取ってもらって。野々村さん頼むわ。では VS 北海道コンサドーレ札幌選手入場。
超かっこいいユニフォームだ。キーパーが一番かっこいい。キーパーユニかっこよくね。すげえ。高見君。そしてお菓子は大注目。新藤君。そして金子君。止め直したね。そしてシャビエル、どんなプレー見せてくれるか大注目。引き続き左サイドの2人も頑張ってもらって、勝つよ。帰る。え？帰る。